ってことでね、夕方になったんでね、ホテルを出てね、ちょっとね、街の中に入ってきましたってことでね、まあ周りね、こうやって酒屋さん、まあ、こういうとこやってるよと。で、途中ね、そうね、歩いてきたらね、結構ね、水閉まってるところっていうのはね、ありましたね。で、草津の街全体ね、どうやらアルコールの提供はしてないみたいです。ってことでね、早速このね、湯畑っていう中心部、来たところのね、手前のところにね、このでかく焼肉って書いてあるじゃないですか。で、焼き鳥屋さん並んでるんじゃないですか。ね。ってことで、この焼肉屋さんにこれから行ってみまーす。ってことでね、焼肉の方を食べてきましたってとこなんですけど、まあ感想の方はね、ズバリね、まあまあ普通かなってとこかな。まあ混んでるから釣られて入っちゃった系っていうのがまあ僕の感想ですと。うん、で、あとこうやって外を並んでる焼き鳥屋さん並んでる方々多いじゃないですか。だから中に入ってて、ね、焼き鳥もね食べれるのかなと思ったら、同じ店なんですけど、中は焼肉オンリーで焼き鳥はね食べれないんで、もし来る方いたらですね、そこはちょっと注意してください。じゃあね、まずこのね、有名な湯畑をね見ていきましょう。まあ、夜っていうことでね、照明も当たってて、まあ、ちょっと雨が降ってるっていうかね、まあ、そういう関係もあるのかな、まあ、幻想的な感じになってるかなと。はい、で、目の前来てみました。やっぱりね、照明がね当たってるから、お湯が非常に綺麗にね、まあ、いわゆる映えるよね。にしてもすごい、めちゃくちゃすごい勢いでお湯流れてますよね。見えます？うわうわうわ、もう硫黄の匂いがすごい。もうカメラも曇っちゃってるってね、そんな感じですね。なんかね、面白いもの見つけましたよ、これ。うん、名前はね、手洗い湯っていうみたいなんですけど、ちょっとね、これ面白いなと思ったのは、今時のこと書いてあるんですよ。見てください、これ。見えますね。どうやらこれで手洗いすると、某ウイルスがね、死滅するかのようなこと書いてあります。まあ、なので、ね、早速私もね、はい、除菌、はい、除菌しますよ。ね、よく殺せってことでね、ちょっと上に上がってきたんですけど、今ね、まあ、湯畑の上のね、東屋にいますよっていう。はい。まあ、中腹ぐらいから見るとね、こんな感じで、やっぱもやもやしてますね。うん。さらにね、上まで登ってきましたよと。ここだ、ここ。メインどころね。見えます？つっても見えないかな。ちょっと曇ってて。まあ、木のね、マス目状の中に温泉流れてる、そんな感じです。
ということでね、まあいろんなお店をねこうやって見て回ってるんですけど、まあここ見てくださいよ、もう閉まってますよねってことで、やっぱりねやってる店とねやってない店っていうのはね、めっきり分かれちゃってる感じかな。だから、まあ、ぶっちゃけあれじゃない、もう勝ち組の店だけ営業してるってそういう風に見えちゃうかな。まあこうやってね商店街歩いて見てると分かるんですけど、まあ観光客もね少ないは少ないんだよね、だけどやってる店も少ないっていう感じで、まあ街がね全体的にまあ活気がない感じだよね。で活気があるところっていうのは偏っちゃってて、さっきのね焼き鳥屋みたいなところ、ああいう勝ち組の人にはね人が群がってるってそういう感じですね。はい、今の時刻は18時30分っていうことでね、まあ一通りね夕飯食べて、まあこれからホテルに戻ろうかなって感じで散歩をしてるんですけど、まあ見ての通りねもう真っ暗ですよ。ホテルの方を歩いてきたらもうこんな感じ、街並みがもうお店やってないってそんな感じ。さっきのあの湯畑の方はね若干やってるって感じで、これ6時半でこれですよ。お土産屋さんも閉まっちゃってるっていうね。まあなのでね、ちょっと今時期はね来てもねぶっちゃけ草津は面白くないかなっていうとこかな。まあ大昔来た時にはねやっぱりね、まあ、夜の12時ぐらいまではね飲めるようなそういうお店がたくさんあったような印象あるし、お土産屋もねガンガンやってるような、まあそういう印象ってやっぱりあるんで、昔と比べちゃうと今は来てもねちょっと温泉ぐらいしか楽しみがないかなっていうのが正直な感想ですね。ただ10月になってね緊急事態宣言が明けた頃ってなると、おそらく店も夜遅くまでやるようになったりとかして、まあ、きっと楽しめるようになるんじゃないのかなと思うんですが、まあ今はそんな感じですね。だからまあ値段も安いっていうのもあるのかな。草津ホテルの方戻ってきましたってことでね、お部屋がございますってね、これ多分ね、まあ、いわゆる信号だと思うんですよね。満室か空室かのね、まあ、ってことで今日は空きがあると。土曜っすよ。